ばんは、まず夏の甲子園です。今日が8日目、49の代表校のすべてが出揃いました。まずは石川星稜と県立岐阜商業が対戦した第一試合を菊間アナウンサーのリポートでお伝えします。岐阜商の2番富田選手、このタイミングの取り方、そして足の上げ方はひょっとして、今たくさん取材もされてるって今おっしゃってましたけど、打ち方に富田君のそのフォームに特徴あるって聞いたんですけど、っていうかあのオリックスのイチロー選手の、あの振り子打法ですか、タイミングをうまく取るためにイチロー選手の真似をした富田選手、第1打席はそのイチローバリに軽くミートするバッティングでセンター前へ。富田選手の振り子打法、ポイントはもちろん、どこでリズムを取るの、これで初めはこうつま先でこうやってるんですけど、ちょうどそのポイントが来たらこう来るんですけど、じゃこうやってこう、そうです、なんか私ゴルフみたいなんだけど何が違うんだろう。タイミングさえ合えばヒットは間違いなし。もしタイミングがずれてもこの俊足が内野ゴロをヒットに変えてしまいます。この試合は4打数2安打で打率5割。しかし岐阜商はヒットがつながらず無得点。逆に星稜が7回タイムリースリーベースで3対0とリードを広げ、このままゲームセット。夏の甲子園に現れた振り子打法は惜しくも2回戦で姿を消します。いい試合ができたんで、まあ一応満足してますけど。涙はない？ないっていうか、まあ満足してますんで、はい。さあ、それではその他3試合の模様はハイライトでお伝えします。49代表の新狩りで甲子園の土を踏んだ広島宮島工業、しかしエース西原が関西打線に捕まり一方的なゲームとなります。2回に関西はホームランを含む打者一巡の猛攻で一挙に6点を奪います。投げては注目のサウスポー関西の吉俊があわやノーヒットノーランの好投を見せ、宮島から10三振を奪い2安打の完封勝利。関西が11対0で宮島工業を下しました。打たしていきながら三振も取っていくっていう自分のいいリズムが取れたんで、結構まあ今日自信持って投げれました。続く愛知共栄対福岡柳川の第3試合、序盤に柳川打線が共栄の2年生エース天野から2点を奪い、さらに1点を加えた4回、9番ピッチャー花田がスクイズを決めて柳川が4対0とリードを広げます。しかし共栄も7回、柳川のエース花田を攻めノーアウト3塁1塁と反撃のチャンス。続く5番武田のあたりはセカンドゴロ、4、6、3と渡り、そしてホームはタッチアウト。これが2年ぶり大会史上5回目のトリプルプレーとなり万事休す。投げては花田が要所を抑え、柳川が4対0で共栄を下しました。また第4試合は福井の敦賀気比が4対1で山梨学院大附属を破り3回戦進出を決めています。